きょう未明、仙台港のフェリー乗り場で、誘導員の男性が駐車しようとしていた大型トレーラーの後輪に巻き込まれ、死亡しましたきょう午前1時10分ごろ、宮城野区港3丁目の仙台港のフェリー乗り場で、大型トレーラーを誘導していた大阪府箕面市の自営業、鈴木悦夫さんが後輪に巻き込まれました。この事故で鈴木さんは病院に運ばれましたが、 およそ1時間後に死亡が確認されましたトレーラーは伸縮式で当時は長さ25メートルほどだったということです鈴木さんは当時トレーラーの後ろで一人で誘導をしていてトレーラーが曲がる際に後輪に巻き込まれたということです警察が詳しい状況などを調べています